はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、どこに行ってるかというと、三重県は四日市市なんですけどね、富田です。ね、ここに書いてあります。近鉄富田駅前第2っていうね、まあ、とりあえず、ね、駐車場ね、ここ安いんですよ。24時間最大でね、400円なんでね、安いからここにしようと思ったんですけど、なんとね、ここね、8月18日で閉まってしまうということで、ね、残念。ここね、こっそり重宝してたんですけどね、いやー、残念です。ということで、今日はね、まあ、こっから駅前までこう歩きながら、企画説明をね、していこうと思いますけど、まあ、聞くというか、続きですよね。前回ね、うどんの駅と、もう一つ、何駅でしたっけ、金駅でしたっけ、何ですか、鴨駅だ。ね、おーおーおお、ね、行きましたよね。そう。で、三重県の東西南北のね、端っこの駅、完全制覇の旅って言ってね、始めた、まあ結局1日ぐらい、うどんとかね、あっちの熊野の方でね、あまりにもブラブラしすぎて、時間タイムオーバーになってしまったんで、まあ改めてちょっと、まあ今日もう静けたって8月15日土曜日なんですけどね、今日じゃあ、北側の方を攻めようじゃないかということで、こう来とるわけですね。で、一番北の駅っていうのが、この、近鉄富田駅からね、一発で出ているですね、三岐鉄道のね、三岐線ということでね、そこから乗っていくと、ね、西藤原駅の終着、ここが一番、北の駅ということなんで、そこに向かっていこうってことなんですけど、どう、今日はね、ちょっとあんま一筋縄ではいかないような感じかなという感じでやっていこうと思います。あら、このところにポストが。うん、こんなのとかあるんですね。魚州さんってなっとるから、魚屋さんかと思ったら牛乳屋さんなんだ。こっちの方に来ると600円なんでね、まあ安いですけどね、駅前すぐで600円ってのは安いんですけど、まあでもね、200円安いじゃないですか。これぐらいの距離で200円やったらね、全然ありかなと思ったんだけど、なかなか需要なかったのかなということですね。さあ、で、そう、西藤原に行くんですけどね、まあね、まあ、正直言って、めちゃくちゃ暑いんでね、行って帰ってくるだけでもいい気もしてるのはしてるんですけど、一応もう一企画どうかなということで、何を隠そうね、うちでね、何かこういったね、地方鉄道乗ると言ったら、やはりね、ターミナルやらないとね、いけないんじゃないかということで、まあ、ちょうどね、西藤原駅がターミナルですから、末端駅ね、うん。っていうことなんで、ついでに、三岐鉄道のターミナル完全制覇の旅もやってしまうというわけですね。ただね、これね、三岐鉄道はね、ちょっと厄介なんです。ターミナルの企画という意味ではね、ちょっと厄介な点がありまして、それはね、駅に着いたらまたね、説明しようと思いますけどね。まあね、地元の方ならもうわかると思いますけど、今回ね、つまり歩くことがね、かなりね、歩かないといけなくなるんですよね。この企画をやろうとするには。全く歩かずにできんこともないんですけど、まあ、かなり時間がかかってしまうんですよね。すごい、それあたりはちょっと、駅にね、マップがあったら、そのマップ見た方がね、早いと思いますんでね、それでやろうと思います。ちなみにね、ここまで歩くと、ほら、もう1000円ですよ。ねえ、あ、こっちか。1000円です。1000円だとちょっと高いなってなるじゃないですか。ここも、そういえば、なくなっちゃったんですね。ここ前、1号館、ね、あったんですよね。ラッキーマートって名前とかで、確か終盤の方やっとったと思いますが、一応ちょっと、うっすらと、ラッキーマートの頃の、名残の跡みたいなのが見えますけどね。そう。ね、意外と私、小さいスーパー好きなんですよね。ね、大きいスーパーの方がやっぱお客さん入るからあれなんでしょうけど、ちっちゃいスーパーで結局、ポロッと買って回るのにいいじゃないですか。で、しかも結局同じチェーン店やったら、同じ安い値段で売ってるじゃないですか。どっちでね、500ml のペットボトル買ったって78円なんですか。じゃあ、ちっちゃいところでちょろっと買ったらね、いいじゃないかと。まあ、品揃えがね、やっぱし大きい方があるよって言っても、結局アクリルス買うんやったら一緒じゃないですかって思うわけなんです。火の鳥が走ってた。おお、すげえ。ちなみにこのね、近鉄の富田駅前、実はね、
撮影スポットとして有名でもあるんですよね。いわゆる撮り鉄というのかな。撮影をされる方は、このね、富田駅の先のところに急カーブがありましてね、近鉄は。そこのところが皆さんね、どの、ね、ですか、さっきのような火の鳥でも、今あんま早く走ってかんかったでしょ。減速して35キロやったかね、40キロで、走る制限速度のかかる急カーブがありまして、そこのところがね、こう、ぎゅーっとカーブを曲がりながらね、ゆっくりと、列車が走っていくんで、非常に近鉄の電車の撮影スポットとして、いいですよ、ということなんですって。実際この辺りですから、撮影スポットとしてね、結構インターネットとか写真を見とっても出てきますよ。なんて話をしとったら、ここが近鉄の富田駅ってことですね。なんか近鉄やないかと思うけど、まあ三義鉄道と近鉄がね、一緒の駅の中に入ってますんで、ここに書いてある通りですね。